どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトーなどを連載しております。まあ、私腕時計が好きで結構集めてるんですけど、今日は、ずっと待っていたものが納品されたので、ちょっと一緒に開封したいなと思っております。まあ、腕時計といえばね、最近ロレックスマラソンとかが、まあ、話題だと思うんですけど、まあ、そういうそのマラソンすれば買えるもの、まあ、あるいはそのパトロールすれば買えるものっていう題材で、ブラパト、ブランドパトロール本日も異常なしという漫画を書いてるぐらい、そのまあマラソンパトロール、某ロレックスと某エルメスの店舗にたくさん行くっていうのを、まあ、個人的にもやっていたんですが、私が今日買わせていただいた、今日じゃないんですけど、まあ、ちょっと前に買わせていただいたお時計というのがこちらです。オーデマピゲ、世界三大腕時計のブランドとして知られるオーデマピゲの、まあ、とある時計を買わせていただいたんですけども、オーデマピゲに関しては、まあ、マラソンしても買えないと。雲上時計と言われるやつは大抵そうですね。まあ、オーデマピゲにせよ、パテックフィリップにせよ、バシュロンコンスタントにせよ、店舗に毎日通ってあれありますかこれありますかってやって買える類のものではなく、まあ、ロレックスの場合はね、その、まあ、シークレットモデルとかはまあちょっと置いといて、普通にではないんだけど、そのデイトナとか、まあ、ああい う, もう超超人気モデルでもめちゃくちゃ通えばワンチャンあるかもしれないみたいな、ロレックスマラソン夢あるよねみたいな話でされてると思うんですけど、まあ、オーデマピゲに関してはその、まあ、マラソンできないと、まあ、じゃあどうするか、私はこれを AP ウェイティングと呼んでるんですけど、ロレックスマラソンに対して AP ウェイティングっていうのがあるんですね。まあその名の通り、まあ、まんまなんですけど、そのマラソンはねちょっとひねってるんで、ウェイティングはもうそのままウェイティングリストっていうのがあるんで、いわゆるその順番待ちみたいな、そのレストランとかでなんか名前書いて待つじゃないですか。であんな感じで、その、まあ、いわゆるそのリストがねその目の前に出されるわけじゃないんだけど、まずエントリーしないといけない。でそれもウェイティングリストにどうしたら名前を載せてもらえるかっていうのもちょっといろいろ、まあ、深い世界でございます。で私自身もその実は結構前なんですよね、その初めてお伺いしたのが、っていうか初めてお伺いして今回の時計を買う時に、お店自体は僕2回しか行ったことなくて、まあ、AP ハウスっていうそのアジアの中でも結構珍しいその、まあ、フラグシップストアが日本にあるんですけど、なんか上顧客向けの、まあ、秘密の場所があるんですよ。その本当に店内の写真とかも一切 NG で、なんか店内ちょっとでもこう手元だけでも動画撮れたらなと思って、ちょっと心をどっから持って行ったんですけど、全くもってそういう空気をこう出せずね、出せないぐらいすごかったです。なんか今ここでスマホを取り出してこうやったら出禁になるだろうなっていう空間、高すぎるレストランって料理取れなくないですか？なんか分かります？そのなんか星付きのレストランってこうあんまりこう公言ができなくないですか？まあまあ、で実際ダメなんですよ。実際ルールとしてもダメで、絶対に写真はダメ、もう入り口の写真から絶対ダメって言われたんで、まあなのでそのね、その後に納品された直後にちょっと近くのレストランで記念写真撮ったんですけど、まあ、ロレックスとかね、その他のブランドも大好きで、そのこれからも大好きなんですけど、そのまた違う世界があったなと思いました。でちょっとあんまり喋りすぎてもあれなんで、時計を見ながら、まあ、ちょっとそういうね、その知られざるブランドの世界というのは、ブラパトという漫画を読んでいただけるといろいろわかるかなと思います。これは某エルメスみたいな、某エルメスみたいな架空の、まあ、バッグを欲しいっていう女の子が頑張って七転抜刀するというコメディ漫画なんですけど、これもよかったらぜひ、こういうね、ちょっと1巻には収録されてないんですけど、2巻ぐらいから時計の話とかちらっと出てきたりするんで、ぜひ読んでください。まあね、この開封動画あるあるなんですけども、とっくに開けてまして、1回、1回っていうか普通にもう毎日つけてるんで、まあ、改めて開封の手でやらせていただきます。まあ、ボックス、まあ、時計のボックスです。これがおまけでついてました。おまけのシャンパン、シャンパンっておまけになるんだと思う。
ちょっと私あのお酒、私の妻もお酒が弱いので、ちょっと友達が来た時に開けようかなと思ってます。まああとなんかあのお菓子とかも入ってたんですけど、それはもう食べちゃいました。本体です。ででー、この箱の下にあの保証書などが入ってます。これですね、もう箱がいかつい。まあまああのショパールとかもね、箱でかくてあのかっこいいんですけど、やっぱこの箱がテンション上がりますよね。まず開けます。逆だ。これすごいですよね、このブレスの作りがキラキラで、キラキラでこうめっちゃこうしなやかなんですよね。柔らかいんですね。これピントダメだな。ゴールドのローターがめちゃくちゃ渋いです。これ絶対なんか最初あのエクストラシーンをリクエストしてたんですけど、まあちょっとさすがに難しいっていうのと、実際あの腕に乗せてみたことあって、あの僕の腕超細いんで結構パツンパツン、いやなんか腕にいくら薄いとはいえ腕にちょっとはみ出るなと思って、今回はこの38ミリの方にしました。本当に腕細いんですけど、こんな感じで僕の腕にはこの大きさが一番合ってるなと思ってます。めちゃくちゃ光がもう踊りまくってますね。踊り散らかしてる。でこのグレーがね、この金っていうかあの金属の塊感がこの色が一番なんかマッチしてるなと思って、すごいね、あのなんか本当にあの刃物みたいな造形なんですよね。もう触ったら指切りそうなぐらいのこのピャッとした形にはこの本体と同色のこの文字盤の色が僕は一番好みだなと思ってこれにしました。ちょっとやばいっすね。めちゃくちゃ気に入ってます。もう大事に使います。ちゃんとねあの正規店の、しかも AP ハウスっていう、まあ、由緒正しい場所で、まあ客に、まあ、顧客になれたのは本当に嬉しい限りだなと思っております。まあ本当にね、結構その審査というかそのまあ納品していただくのありがたいことなので、まあ本当にありがとうございました。まあちょっとね、こっからまたあの、まあ、ジャンププラスの方でも連載今準備してても、もうね、そろそろいつ始まるかっていう段階なので、多分これからあの、まあ、来年とかはだいぶ今年と比べ物にならないくらい忙しくなると思うんで、まあ、ちょっとしばらくね、その、まあ、物欲をこう発揮する時間もないかもしれないんで、まあ、ちょっと数年、まあ、連載中はもうギュッとこう物欲をこう内に溜め込んどいて、まあ、またあの、ね、連載落ち着いた頃にちょっと解放したいなと思ってるんで、ちょっとしばらくはしばらくはもう満足します。ちょっとニヤニヤが止まんないですね、うん。まあ、ちょっと需要があったらね、その私の時計コレクションみたいな感じで、まあ、紹介する動画も撮ろうかなとかちょっと思ってるんですけど、まあ、それはおいおい。まあ、なんか本当によく言うと、ちょっと時計に関わる仕事はしたいですね。なんか実際にその時計ブランドのコラボ漫画描いたりとか、まあ、なんか時計の仕事なんかないかな、やりたいなとは思ってます。まあ考え中ですけど、まあ、考え中というか、まあ依頼が来たら考えますけど、まあそんな感じでちょっと、まあ、時計もエルメスもちょっと最近ねちょっと頑張って漫画描こうかなと思ってます。ということで、あのこちらグラパと、単行本1巻発売中でございます。何卒よろしくお願いします。まあ、このチャンネルではあの、まあ、時計の話とか、まあ、エルメスとかそういう、まあ、趣味の話もしつつ、まあ、基本漫画の、仕事にまつわる話とかもしてるんで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。